新平家物語第701回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「霧の足音」「だらくじは大原の里から西へさして登っていく薬王坂の中腹にある」逆に見れば 西の頂鞍馬山の地域から静原薬王坂を下って谷底の大原を過ぎかなの大学比叡の山門へ往来するためにできた古くからの奉仕道だったことが分かろうその日大原から観光の古志が不だらくじへお立ち寄りになった頃はもちろんもう酔いにかかっていた小さい山中の古刹である 天徳年間に清原氏が建てた供養寺で後間もなく廃寺になったほどだから当時すでに荒れ朽ちていたのであるまいかただここの本尊観世音は素晴らしい白鳳紀の美作であったらしい奥州平泉の孟通寺の吉祥天女はここの観音像を仏師に移させたものだという 後白河がそのよい万華の見明かしを咲き輝かせて奮行礼拝されたのはその美しいご本尊であったろう。そしてそれはつい先刻お別れしてきたばかりな建礼門院が東明の虹輪からまたふとお顔を見せたかのごとき錯覚を法王に抱かしめたかもしれなかった。 今宵はかねてより御よごもりの御心ゆえ寺の者はくごや泥の御用なども相すまばそれぞれの松うへ引き下がって休んでよいぞやがて諸行も過ぎると時速の苦行から高時中の者へ触れが出た多くもない山荘たちは奉仕を済ませ栗や釜屋の火を消しておのおの遠くへ物音も潜めてしまった 本堂仏門の一つには左大将実佐佐だ、火山院兼正などほんの三四名だけで小さい明かりが照らす鳳凰のお顔を打ち囲んでひそと自座していたそして「はやお座所の近くには愚部の神下のほか余人は誰もおりませぬ何事にもお心を機能、と終日のお疲れとまたどこやら絶えず警戒の御まなざしへおくつろぎを進めていた。 がなおご油断もなくさねさだへささやかれた。正頼やら金宇治など、ここに見えぬ者たちは端し,しの部屋から北条の口などに分かれて殿の井をつこうまつっておりまする。また御堂の外には北面の下郎が木陰に佇たずみ、目を虚にして見張りを務めておりますゆえ、ここの地方へは何者も寄せつけはいたしません。そうか。 ごしらかはやっと教則を抱えて肥えたお体を少し斜めにされたさても松は町久しいものだのう邸がこれへ忍んでみえるはただやはんとばかりのつがえかいや二孔に,には必ず水産と土佐の君と申すものから カラスまるの我が家へ密室でございました。その密書ションも先に内々のエラに備えておきましたが、ああ、あれは見ておる。したが、クラにてとさの君と名乗るは一体何者なのであろう。おそらく、みょうならんと存じますが、みょうか。 察するに、方眼が牛若として山にいた頃の稚子仲間か若同衆の一人か、いずれにせよよほど方眼に堅い絵の一味に相違ありません。さもなくば倉間のうちとて方眼が身を置くにはなかなか難しい事情もございましょうから。では、定常の隠れ家は倉間の次中でもないのだな。 されば毎度の死者もそれのみは決して口を割りませんがどうやら僧侶がやつか奥の木舟の一員かとは薄う々すうす察知られますがここの日一つのほか天地の暗さは何に例えようもない折々の山風は破れた漁連を打ち湿っぽいカビの蚊が明滅する。 世間もいや六波羅もかかる山中にご皇途中の法王が亡命者義経を待ち負わそうなどとは想像もしえなかったことであろう。 最も六原では前々から十分疑惑視していた三雪なので根業以来たくさんな方面を放っていたしまた先頃から上鴨に駐兵中の土肥実平へも連絡して変装した兵を大原付近へかなり忍ばせてはいたのであるだがさすが蛍久寺のうちまでは彼らも立ち入れなかったものと見える。 三門のエジ滝口の長ザネ、時影らの油断なき目も、まず何らの異常も酔いのうちは見ていなかった。霧が通ってゆくのか、冷たい乱気がくと毛穴を撫でて去る。時刻はもう二行の頃。おお、今のは人の足音ではなかったか。さては、どこからか方眼が。 後白河も自身も思わず唾を飲んで目を見合わせ、はるかな気配に耳をすました。が、やがて恋愛に見えた人影は、花園の中納言、金氏であった。うちを伺って、ご別条もございませんかと、見舞って言う。なんじゃ、中納言一人よの。と、後白河はなお、待ち久しさを加えたお顔で、今しがた遠くに聞こえた者とは、約束の者のが見えたのとは違うのか。 されば、どこからか戻ってきた山荘の一名が何も知らぬらしく、井戸へ寄って足など洗いかけますゆえ、様の髪が出て追いやったところでございまする。黙っておうなずきのままになる。金氏は元の殿井の前下がってゆく。世はいよいよ老け、声といえば山ほととぎすか火によるががばさとそこらを撃つだけだった。それからまた、 長い無量と沈黙が続いた。といっても、実は小半時に過ぎまい。しかし、法王にはややごそう気味に見えた。常にもおきは短い方なのである。しびれを切らして、はて、もう見えそうなものよ。いかに瀬ぞ定常は。と、御身ろぎとともにつぶやかれた。 お一人ごとにも義経を「定常とお呼びになるのを見れば偽らぬお心ではなおまだ義経を「御意の定身と見ていらっしゃるにそういないまたさもなくしてかかる御密会を企てたもうはずもないもっとも密会のおだてなども由来この法王にとってはお命がけのことではなくまた君主のなすべきでない悪徳ともお考えのようではなかった それというのも平家転覆を図られた獅子狩谷の発覚でも以後の同様な諸事件でも露見の場合御樹打ち首になる犠牲者はいつも法王をめぐる人々であって法王ご自身は決してその数のうちに入ることはないミスミスと分かっていてもこの絶対者に一死も触れた例はないのである。 で、そうしたご自尊や安易感が、自然幾度のご失敗にも懲りず、次々に柵を浪すご習性となってきたのではあるまいか。いつか秘密のまみに慣れて、一丁こと破れた時の重大さなど、常人が思うほど重大ともおぼしめしておられないように見える。例えば、今日のみゆきの感動にしても、後白河には何のご考えもなしに越えられる道ではなかった。 かつての寿永2年7月、平家が都落ちの前夜、法王は隠語所を抜けて、暗夜を越しで鞍馬からこの山中を越え、そして永山の上にいた木曽雲のうちへ御身を潜めてしまったのである。平家は夜が明けてから初めて隠語所がもぬけの殻になっていたのを知り、仰天したが、もうどうしようもない。木曽兵はなだれへってくる、六原西八条は炎の海だった。 つい前日までの法王との確約をあまりに信じすぎていたため、都落ちの朝というギリギリな間際にそうした浮き目を重ねたまま涙を飲んで再会へ落ち争っていくしかなかったというのがあの日の真相であった。法王にとればここを出したことにはなるが、平家にすれば土壇場で見事騙されたのである。 もし法王に背負い投げを食っていなかったら囲碁の世の様もまるで違ったものになっていたことは疑いない。平家を滅ぼした者は基礎でもなく源氏でもなく他ならぬ後白河法王と言えぬこともない。がその点今では後白河もお目覚めが悪いし平家にとって変わった源氏幕府のやり口にもご後悔の念切なるものが終わりだった。 今いこの不だらくじで義経との密会を託まれたなどもよくよくなそのご鬱憤の反動ではあるまいかつまりご神邸では義経を用いて鎌倉と戦わせ院の勢力を盛り返そうとするにあったがしかし義経が法王へ近づきたがっていた目的とは全く違ういや相反するものでさえあった後白河にすがって 兄よりともへ詫びて陰のお扱いなら兄も歓喜を解いてくれるであろうこれが義経の頼みであっただから両者の接近は両者の異質を明らかにするだけの功しかないわけであるけれどどちらもそれはまだ悟り得てはいないわからぬままに愛したいつつ接近の気を刻々うかがい合っていたものだったところが やがて二行も過ぎた自分、突然三門前の薬王坂を疾風のように駆け下りていった駒がある。それも一期や二期ではない。バラバラだが六七期かと思われた。えいや、い今の苦行たちは色を失った。ごしら白河の驚きも言うまではない。何事ぞ、見てまいれお声のもとに人々は回廊の端まで出ていった。 同時に滝口の者がこなたへかけてくるのが見えた彼らの言によると「今駆け去った兵は言い合わせたようにここのご宿所へは目もくれず皆鞍馬から里へ駆け急いだ様子です」「どこに潜んでいた兵か何しろご油断はなりません」と口々に注意した。 そもどこの兵ぞと、実定や兼政が問うと、土肥実平の部下でございましょう。六原とは別に、土肥の一帯が上鴨や坂本のあたりにたむろして、義経千儀に当たっておる吉にございますから、と彼らは答えた。土肥の兵が立ち回っている以上、六原の目も働いているに違いない。五徳大臣実定からそれを聞かれて、後白河にも、さては、と、ご夕食の濃いものがあった。 すると、それから間もない後、土佐の君の使いと称する者が、札らくじの裏に現れ、栗の山荘へ、これを院のご近所まで差し上げていただきたい。と、密封の一章を渡して、風のごとく書き消えた。密書はすぐ御座に取り継がれ、法王ご自身お開きになった。曲がうなき義経の実質である。文には、 不のの妨げのためどうししてても今夜はいいるる。ところから出ら出れぬよしが書いてあるつまり不産のお詫びであった。肘ではあり、早々の筆で詳しいわけも尽くされていないが、いるところを出られぬためとあるだけでも事情は十分察しがつく。最善の駒音でもさてはと案じられていた。おそらく鞍馬周辺には網の目のような方面がすでに張り込んでいるのではないか。 とすれば、彼を待つなどは、恐ろしい結果をあえて待つようなものになる。ふと万一に思い及べば、ご白河とて戦慄を禁じえなかったであろう。せっかくこれまでお心を砕かれた今夜だったが、ひとまず彼との密みつ,みつな漁見もお諦めのほかはなかった。 そして是非なき仮寝の手枕をご教則に持たせたままうつらうつら短夜の空の白身をしばし寒気に待つお姿であった次回は「六道」。 よろしければ、いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。